シャテニエの結実西洋土地の木のジマロンは、フランス語で、ブナカクリ族の木であるシャテニエのみ、または、土地の木か土地の木族の木であるマロニエの実のことである。通常マロンと呼ばれるのは、シャテニエのみ、つまり栗である。ただし、シャテニエのみは、シャテーニュとも呼び、使い分けられる。外して、日本栗のようにイガの中に2個から3個の小さな種子が入っているのがシャテーニュ。 一つの大きな種子が入っているのがマロンと呼ばれる。マロングラッセに使われるのはマロンである。射程には皮を剥くのが大変で食べにくいため一部はペーストやパウダーに加工されるがそうした射程にを原料とした加工食品もマロン何々と呼ばれることが多い。マロニエの実はマロンダンドとも呼ぶ。有毒で食用にはならない。 なお英語で栗色を表すマルーンはフランス語のマロンに由来する。ありがとうございます。